どうもお疲れ様です。なみさん。そして動画をご覧の皆様、即家塾のうです。まあ、睡眠に関してね、皆さんどのようにお考えかなと思いますけども、私はね、寝ることに関しましては困ったことが特になくって、まあ、眠たくなったら、まあ、当たり前ですけども、寝ると。で、目が覚めたらそのまま活動するみたいな感じですよね。まあ、それには、この今のライフスタイルがあるからとも言えます。あのー、やっぱりね、 明日どこかに行かないといけないとか何かをしなければならないっていことが基本的にないんですよね。まあ、ですんで今こうやって深夜1時今日はね1時ぐらいに起きたんですけども深夜1時なんで深夜に1時に起きれるかっていうと深夜1時に起きてもうここからね寝ようかなって気にならないんですよ。で多くの場合は深夜1時に起きてそのままね朝の5時とか6時。 ぐらいに行っちゃうと、ほぼ徹夜状態で出勤しなければならないっていうところがありますけども、私の場合は明日、お昼に眠たくなったら寝るっていう選択もできるんですよね。まあ、ですんで、いつ寝てもいい状態っていうのが、まあ、まさにストレスを感じない、追い込まれてない状態とも言えますし、でも、時に自分がね、何かをやろうと決めた時には、やっぱ睡眠時間っていうのは、あ、またちょっと早く起きてあったからもう一回寝ようかなみたいなね、ことに調整できるんですよね。で、大谷翔平選手、 まあいろんな場面でストイックだったりとかすると思いますけどもやっぱり自分がアスリートとして生きていることがど真ん中にありますんでねアスリートとしての自分を保つための24時間になるのかなと思います、まあ、私はそういうのは全くないんでじゃあ一日何時間寝なければならないみたいな睡眠時間にはまあ縛られてないかなってところがありますただ睡眠の質はすごくいいんじゃないかなと思うんですよ寝寝たたい時に寝て目が覚めたら起きる これが一番体が欲してる状態なんじゃないかなと思うんですよ。なんかよくね寝過ぎちゃうとまたそれはそれで疲れるよねみたいなことがあると思いますけども私それあると思うんですよ。うん、あとね寝すぎるとねあーもう今日終わりかみたいな感じでなんとなく後悔の念が出ちゃうとそういうふうになってくるとまあ体にも良くないのかなと睡眠を後悔するみたいなね現実にはあの寝たくても寝れないような状態が多いのがなんかね なななんじゃいいかなと思いますけども朝6時とかね7時になって起きないといけないじゃないですか出勤のために、うん、で会社の会議があってもんか眠たくなりますよねでも寝ることは許されませんよね、まあ、そうやって、まあ、ある意味人間に負荷をかけてね自分に負荷をかけて強くたくましくなっているのかもしれませんけども、まあ、ある意味ねあの本来の生き方とは違う方向にいっているのかなと思うところもあったり うんまあ、ごちゃごちゃといろんなことを申し上げましたけどもまあ私はあんまり睡眠には悩んでいないかなとただね不眠症って結構きついらしいですよ、うん、それは相当な治療がいるらしいんですよだから眠たくてしょうがない日がずっと続いてそれでいて何かね体を動かしたら疲れて眠たくなるんじゃないかなってアドバイスをされる方もいるみたいですけどもそもそも体を動かそうっていうね気持ちにならないらしいんですよ だからもうなんかこう眠りに落ちるその瞬間みたいな眠さがずっと続くみたいな感じで、でも眠れないみたいなね。あの、言ってみれば映画を見てね、その、もうすぐ終わりかなってクライマックスが終わって、そろそろスタッフロールが流れるんじゃないかなと思ったらなかなか流れないと。おかしなもうストーリーは終わって、主人公たちはもうね、家路に書く後ろ姿が見えてんだけどな、なかなかスタッフロール投げられないのみたいな感じ。 変な例えですね。<laughs> はい。まあ、この辺にしていきましょうか。はい。今日もなみさん、動画を送っていただきました。ありがとうございました。あの、睡眠につきましたはね、うん、私、あんまり出る言葉がないですね。うん、まあ、でも、大谷翔平さんの、カツの衣を外すところ、わ、うん、かるな、それは。うん、なんかね、カツ丼が来た時って、ちょっとワクワクするんですよ。でも、衣を全部食べてると、私も、いいのかなと思っちゃうんで、 外して食べるところまでいかないですけどね外して食べる、うん、なんか気持ち分かるようない気がしますこれからもよろしくお願いしますありがとうございました